くちゃ。あ、どうやがいる。よかった、仲直りできたんだね。ああ、ありがとな。いいのよ、私たちは君たちに本当の思いを見つけて欲しかったんだから。じゃあ私たちの本当の思いってやっぱり最高のイベントをやりたいってことだったんだね。ん？それが君たち4人の本当の思い。さあみんな、私たちと一緒に歌おう。そうすれば思いが歌になるよ。みんなってバッドドックスも一緒に歌うの？なんだ、俺たちのパフォーマンスにビビってんのか。歌うってことなら負ける気がしねえぞ。へえ、面白いこと言ってくれるじゃん。ビビッツの出番ばっかりにならないように気をつけてよね。まあ二人とも。青柳くん？いや、ずっとつっかえてたものが消えるとこんなにすがすがしいものなんだな。アキト、ビビッツに負けないようにやるぞ。当たり前だ。どうや、腕が落ちてたら承知しねえからな。じゃあミクちゃん、一緒に歌う？ここにいる限り
い渡ってよ。今度は俺とも歌ってほしいな。おいしいコーヒーと紅茶を入れて待ってるわ。また一緒に歌おうね。世界という場所が何なのか白石に聞いていた。とても興味深い話だった。思いなんてもんがあんな場所になるなんてな。実際に見てもちょっと信じられねえよ。あるものはあるんだから信じるしかないでしょ。ねえねえ、ところでちょっといいアイデアがあるんだけど、3人とも聞いてくれる？私たち4人で組んでイベントやらない？え？世界で一緒にやった時、悔しいけどすごく楽しかったんだ。それに最高にいい音出せたなって思ったの。4人ともラッドウィーケンドを超える最高のイベントをやるって思いは同じみたいだし、だったらこの4人で組んだ方がもっと近づけるんじゃないかって。どう？すごくいいと思う。私も東雲くんと青柳くんと一緒にやりたい。アキト、どうだ？あの時俺もそう思った。俺たちが組めば敵なしだな。そう来なくっちゃ。じゃあ早速私たちの名前決めようよ。ビビッツはビビットストリートから取ってたから、そっちのバットとくっつけてビビットバットってどう？さすがにまんますぎじゃねえか。そう言うならアイディア出してよね。そうだな、せっかくみんなでやるのならクルーやチームをつけるのはいいかもしれない。あ、確かにそれはいいかも。4人だからフォースとか。ああ、それもいいな。あとはスクワットはどうかな。確か団とか招待って意味と、それから生かした連中って意味もあるな。ビビットバットスクワットか、いい名前だ。さすがはコハネ、私の頼れるパートナー。頼れるなんて、私いつも頼ってばっかりだよ。でも私もみんなに頼ってもらえるよう、もっともっと頑張るね。コハネ、いつでも私に頼っていいんだからね。大好き。あんちゃん、苦しいよ。のんきな連中だな。だが、素直に気持ちを伝え合うのはいいことだ。お前がそれ言うか。この町の連中は昔から変わらねえな。歌って喧嘩してまた歌ってまあそうやって仲間になっていくんだよな俺たちは。もしかしてリンと仲直りできた？うん、そうなんだ。それで今日はここで待ち合わせしてるんだ。
そうなの？よかったわね。へへ、喧嘩もするけどさ、やっぱり一緒にいられるのって嬉しいよね。うん、そうだね。あの4人もそんな風にたくさんぶつかって歌っていくのかな。ふふ、また一緒に歌えるといいな。